少しね、前が渋滞したんで、もうちょっと離れて走れるようになりました。奥地図の駅というところでね、一休みしました。やっぱりすごい狭いね、ここもね。大きい車が来るともう避けなきゃいけないですし、すれ違いの慣れてない車とかはね、結構しんどいですね。今来た。これはロールがでかそうだな。キャンピングカーとかって、この下り坂と R のきつさでね、なんか横転しそうだよね。うん、なんかいろんなもの落ちてるのが怖いな。ハンドルが取られそうになる。あ、追いついちゃった。うわー、長いあるだ。ここはさっきの細い道とは全然変わって、すごい気持ちいい回送路になってますけど、気がつかなかったのか。あ、さっきの団体じゃないか。ああ、工事してるんだよ。そういえばね、この道ができるとトンネルっていうか、まっすぐなんだよね。うわ、なんか前に走った1号1を思い出すね。それにしても、まあ国道という割には本当に道が悪いな。全然道路整備してねえじゃねえか。ここね、ここは今の狭い区間を工事してるところ。
このトンネルができるとさっきのくねくねとかね、あのすれ違いがいらなくなっちゃうんだよね。わーすごい景色がいいね。回りすぎの木だけど、しかしまあこの国道をよくこんなに車で走るよね。観光しようなんて思わないと思ってたんだけどね。3連休だしね、なんか空いてるところ行こうと思ったのに、まあなんかハマってしまったな。私は右に行きます。街ですよね、うん、まあああいう山あいを抜けてね、街に出るってなんとなくやっぱホッとした、それこそオアシスを見つけたような感覚、いいのかな、そういう言い方で。はい、大井川です。その脇に走ってるのがね、大井川鉄道なんで、 SL はこれよりも手前かな。こっちはなんかトロッコみたいな列車が走ってるんだと思ったんだけど、うわ、気温23度。夏だよ、夏、23度って。うわー気持ちいい。これ、おー、ほら桜、ピンクすごい綺麗。うわー水が緑っていうか、なんか白濁してる緑。左手が痛くて上がらないから、ダイエするときに右手になってしまうんだよね。つまりアクセルを離さなきゃいけないわけで、そのたんびにこうオートクルーズを入れないとダイエができない。やっぱね、骨折とかするとなかなかね治りが良くないね、本当に。もうねお年頃ですから、はははは。ここが長島ダムか、すげえな。おお、すげえキャンプ場、綺麗じゃん。へえ、あの巣キャンプ場があるんだ。うわー、こっち真正面なんだ。放水してるな。あれで水が緑になるの？ほら。でけえ。あ、そこ止めてあるって言ったんだ。去年は見過ごしてしまったが、今年はやっと見つけたぞ。いやーでも駐車場もいっぱいだわ。さあねえな、よいしょ。
五条駅方面徒歩15分、まあ、結構かかる。まあこれをはい。でねね、日暮れだったんでね、もうちょっと断念しました。今日はまだまだ全然時間あります。行きましょう。これ階段とかいうレベルじゃないのか。段差しんどい。この前のノコギリ山といい勝負だな。また翌日筋肉痛パターンですね。ね。駅はこちら。席注意。ここからの景色が写真とかでも撮られる。おお、みんな歩いてますな。線路すぐ脇です。すぐ脇。線路。またくんね。ああ、カヌーやってますよ、カヌー。さっき見たのあそこだね。あの上から見ました。こんな鉄橋を歩くなんてね、めったにないし、しかも箱下が見えたら動かねえよねこれ。しかもこの風。でも、すごい景色がいいですね。これ気持ちいいわ。ここからダイレクトに入れないってあたりが。この人たちは。ああ、やっと到着しました。近江古城駅。即興温泉平野。これ来ないでしょ、こんなとこまで。すごいよね、このカップのここまで来たら。そしてあれ、あの鐘を鳴らすの。あの鐘を鳴らすのはあなた。わかんねえだろうな、今の人たちは。
時刻表。すごくね。次、1時15分。茶箱、お茶なんだ。新茶は4月。あ、まだなんだ。いろんな意味でお疲れ様でした。古城駅、やっと昼間の明るい時間に届きました。もう本当に届きましたっていう、いやーもう坂が急ですごいしね。っていうか、なんであんなところに駅作ったの本当にね。まあとにかくアクセスの悪い、まあ、秘境駅ってよく言われるんでしょうけど、私は別に鉄分が多いわけでも何でもないんでね、そういう秘境駅だから貴重だとかそういうことはなかったんですけど、まあ、ただやっぱりね、景色最高ですよね。やっぱ周りに何もないせいもあって、風も強いということもあって、そしてまあそこからのね、駐車場からの、なんていうのかな、駐車場から の徒歩も大変だったんですけど、駐車場行くまでがまあすごい大変、車が普通に急坂なんで坂がきついっていうのもあって、でバイクを止めるのももう坂で止めるしかないんだよね。で坂で止めたはいいんだけど、今度は U ターンをしたいんだができない。もうこの240キロ超えてるこのね RS をあの坂で押して歩くなんてのはもうとても無理と思ったんですけど、まあちょっとだけ動きました。ちょっとだけ動かしてなんとか向きを変えて降りてきたという状況ですね。いやー、でもすごくいい景色だった。というわけでですね、念願のっていうのかな、雪辱を晴らしたというんでしょうか。やリベンジ成功。工場駅やっと行ってこれました。というわけでですね、皆さんとはこの辺でお別れしたいと思います。また次のね動画でツーリングの模様をお送りできればと思っております。それではさよなら。